の頭の中に国民の命を守るという使命感がないからです。政治家の使命というのは国民の皆様の命と生活を守ることです。命といえば今はまずは防災減災、集中豪雨も大変なことになっています。万が一荒川が決壊するとこの江北駅近郊を大体5メートルぐらいの水に包まれてしまいます。水害に対してどのように事前防災をするか本当に大切な政策です。現在荒川でいうと埼玉県に大きな調節池が一つあります。そしてさらに今第2第3を作っています。それが当初13年かかると言われたものを私岡本光成がこのことを何回も取り上げ、万が一荒川が決壊をすると東京で被災される方は230万人、その水は東京駅にまで行ってしまう、もっと予算をつけて人員をかけて一日も早く第2第3調節池を完成させるようにと要請をして、なんと再来年の3月からこれが使えるようになります。全力でやってまいりました。立憲民主党の方何とおっしゃってるか、今後の防災減災に対してこれまでと同様にダム等に頼らず治水対策をやっていくとおっしゃっているんですね。民主党政権の時にコンクリートから人へと言い出しましたけれども、人の命を守るためにコンクリートが必要な時がありますという対策もせず、どうやって国民の命を守ることができるのか全く責任感がないと思いますが、皆さんいかがでしょうか。なんと維新の会においてはマニフェストに防災が何も言及されていません。彼らの頭の中に国民の命を守るという使命感がないからです。そんな政党に日本の未来を任せるわけにはいかないと思いますが、皆さんいかがでしょうか。